担当する人を笑顔にさせなきゃいけないなっていうのをすごい強く思ってるんで、まあ、今僕の中での目標は日本一トリマーが幸せな会社にして、はい、オンリーワンチャンネル、はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大地優です。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、まあ、社長様、そして経営者様、そしてオンリーワンの方々をご紹介しているチャンネルとなっておりまして、100人のインタビューリレーションという方法で進ませていただいております。その中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてオンリーワン、またですね、パワーソング、そういったものをお伺いしながら一つなりをですね、ご紹介させていただくという、まあ、チャンネルとなっておりまして、今日はですね、ここが、千歳船橋でしたね、になりますね、に伺っております。ご紹介させてください。株式会社 D09 の、森部信明さんです。よろしくお願いいたします。 D09、 これは どういう意味ですか。大文字の D に数字の0と9なんです、ね、はい、はいはいはい、まあ、ドックから、なるほど、を見方を変えると D09 になるなっていうところで、本当は株式会社ドックだともうそのまんまだな、はい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 、ちょっと、まあ、いじろうかな。鉄道ファンっていうわけじゃない。全然鉄道ファンではない。なるほど。ありがとうございます。まあ、D09 ってね、まあ、そこでね、ちょっと見ていただければと思いますけど、あの、文字通りというかですね、あの、こちらは、ちょっと後ろ向けるかな。今、後ろトリミングもしてるんです。ワンちゃんたちのね、っていうところなんですが、そういった場所に伺わせていただいておりまして、じゃあ、こちらの森部さんのそのお店は、どういうことをやってらっしゃるかというのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい。はい、ワンちゃんの美容とホテルがメイン。はい、はい、その美容というのはトリミングの他にも何か、はい、トリミングが、まあ、メインですよ、ね、なんとかワンちゃんの健康相談みたいなことが書いてたりするんですか。そうですね、まあ、飼い主様のお困りごとは解決できるよう。ああ、はいはい、あ、そう、だからこの後ろにこれ書いてあるかな、はい、大切なワンちゃんに関するお悩みご相談などなどみたいな話があって、はい、まあ、ぜひこちらのお店でみたいな形になるんですけど、はい、実際今こうすごい、まあ、ペットブームって言い方があるのかな、ワンちゃんブームというか、はやっぱりすごく感じていらっしゃいます。そうですね、うん、自宅で仕事される方が多くなって、はい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 、実際販売されているワンちゃんがすごい増えたっていうのは あるんですね。やっぱりそういう大切な存在、まあ、私小さい頃にあのワンちゃん飼ってましたけど、どっちかっていうとなんかお家の中には入れなくて番犬みたいなポジションが、まあ、すごく可愛がってましたっていうのがありますけど、今は事情がちょっと違いますかね。やっぱご自宅で飼われる方はすごい多いですし、小型犬もすごい人気なので、はい、その、あ、そうそう、聞こうと思ったのは、大型犬と小型犬って、もちろん好き好きがやっぱありますけど、皆さん何を思ってそれが好きなんでしょうね。例えば小型犬が好きとか、小型犬がいいとか、そういったお客様のニーズってのはどんなところなんですか。聞きます。まあ、ちょっとお客様が基本的にやっぱり見た時にこの子だっていう感じで決められてるみたいな、おすすめしてとかではなくて、あ、そういうことなんですね、はい、じゃあ結局出会いというか、そうですね、お客様たちが多分 それで迎えられてる方が多いとか。なるほどね。であのこれ聞いちゃっていいのか、森部さんはどの犬種というかワンちゃんが好きとか聞いちゃっていいんでしょうか。そうですね、どの犬種もやっぱりすごいそれぞれあるんで、僕はどの犬種でもすごい好きなんですけど、はい、もしこれから迎えておすすめをするんであれば、はい、やっぱりビションフリーゼは。ビションフリーゼ、はい、もしかしてこの子。そうですね、僕も飼ってるんです。はいはい、ちょっとね、じゃあお見せしても、これちょっとお店のショップカードなんですけど、こんなワンちゃんですけど、このワンちゃんの特徴というか、なぜおすすめされるのか。大きさと、うん、あと白くて頭も丸くて、はいはいはい、抱っこ犬なので、あ、すごい甘えることが大好きなワンちゃんなので、はいはいはい、まあ、飼いやすいですし、はい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 、老若男女にすごい好かれる。あ、なるほど、全員が可愛いみたいに、はいはい、言ってくれる、はい、CM とかでもやっぱり今はすごいよく出てきます。そうですよね、名前がビションフリーズ。ビションフリーズ、はいはい、あの、すみません、名前は全然僕知らないぐらいのレベルでもすごく人気になってる。はい、面白い。これって何かの掛け合わせですか。いや、ビションフリーズはそのまま、はい、あの掛け合わせ、まあもうね、辿っていくと犬は、あ、はい、まあそうですね、はい、無数にあるみたいなところありますけど、あの日本産ですか。フランス産。おお、そうなんだ、ね、はい、そうそう、これも、ね、ブードルと同じで、あ、それもね、聞きたいと思った。なんかその国によっての出どころっていうか系統みたいな。うん、僕ちょっとやっぱブリーダーのことはあんまりわからないんで、そこまで勉強してないから、ちょっと、はい、なるほど、まあでも
こう何種類って言われたらば何種類ぐらい言えちゃいますか。犬の犬種数とか。犬種数、うん、この子見たらなんとか、この子見たらなんとかみたいなこと結構わかります。まあまあ、はい、わかると思いますけど、でも昔ほどは、はいはい、なるほどね。この、まあ、お仕事というこのフリフリっていうところを始めたきっかけって何だったんですか。19歳の時に初めて自分の、はい、まあ、ミニチュアダックスだったんですけど、はいはいはい、まあ、迎えて、うん、まあ、可愛いなって思って、まあ、これは一生ちょっと犬の仕事で関われる仕事をしたいなって思ってから、うん、そこから専門学校に、はい、トリミングに。あ、そうなんですね、うん、そこまでの間は飼われたことはなかった。そうですね。あ、そうなんですね。はい、そのやっぱ親も反対、実家で住んでた時とかはやっぱ反対だったんで、はい、ちっちゃい時は飼えなくて。あ、そうなんですね、はい、でもそれはあの昔から飼いたいっていうなんか願望はあったりした。そうですね、やっぱ可愛いんで飼いたいなとか、あと友達で飼ってたりとかすると、まあ、すごい羨ましいなと思って。はい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 、はい、あのね、今言葉、まあ、何気に使われてたんですけど、その迎え入れてっていう言葉を使ったじゃないですか。このワンちゃんを、もう初めてミニチュアダックス軍事を自分の家に迎え入れて。言ってました。はいはいはい。うん、これ、妖怪用語？いや、全然ないと思います。多分僕の気持ちがそういうところにね、ちょっと無意識だったんで。あ、いやいや、でもね、すごく素敵な言葉だなって、ね、はいはい、思ったんですけど。やっぱ犬が好きなんだ。うん、まあ、その中でそういう経験を経て、で19歳でってところから、そしてトリミングの専門学校に行かれて、はい、まあ、今日に至るというところなんですけど、ここまでの大きなお店を構えていくその変遷みたいなものを教えたいんですけど、はい、確か22歳ぐらいの時に専門学校を卒業して、はいはい、半年で8坪のお店に就職したんですけど、うん、半年で閉めることになったんですよ、はい、そこはまだオープンして1年ぐらいだったんですけど、うん、まあ赤字で閉めるって言って、で、まあ、僕も絶対やりたいっていう気持ちをもうその時から言ってあったんで、はいはいはい、やるって言われて、うん、やりますって言ったところがスタートで。あ、そうなんですね、はい、で8坪のお店から、まあ、22歳で引き継がせてもらって、うん、3年後ぐらいにこの物件もちょっと空いたんで、はい、40坪、ここは40坪の、はい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 、いい店したよ、まだ若くして結構大きな拠点を構えた。そうですね、25歳ぐらいでうちに引っ越してます。すごいな。で、ここのニーズというか、まあ、この場所にペット事情というかそういったものがたくさんあるみたいなのはなんかリサーチしてここにしたんですか。あ、いや、もう全然本当にこの近くに8坪の店があったんで。あ、そうなんですね、はい、もうお客様も入れない、スタッフも増やせないってなって、もうお客様の待ちも結構長くなってしまって、はいはい、なんかそこで移転しようみたいな。へ、で、店舗探してたらもうここしか空いてなかった。あ、そうなんですね。なるほど。で、その人気店になってったっていうのはどういう理由だと自分で思います？まあ、でもやっぱり22歳で、まあ、もう本当に応援していただいた感じですよね、ミシャラというと、お客様があそこを頑張ってるよねみたいな感じだと思います。特別な技術というか、他ではやってないとか、もうワンちゃんがすごくここに来ると喜ぶとか、うん、そういったのってなんか奥義みたいなのってあるんですか。いや、まあ、でも本当喜んできてもらえるためにはどうしようっていう、まあ、言葉がすごい通じにくいですし、関わってる時間もすごい短いんで、はいはいはい、どうやって喜んでまた来てもらえるかは考えました。なるほどね、はい、そのワンちゃん の, そのトリミングするにあたって大事なことって何ですか。僕はもうトリマーをちょっともう離れてしまって、そのやってた時とか、多分まあ今のスタッフさんたちもみんなそうですけど、はい、まあ、ワンちゃん自体はカットしててどんな仕上がりになってるか分からない。あ、はい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 、で飼い主様が迎えに来た時に初めて飼い主様がすごい喜んでくれた時にワンちゃんたちは、あ、よかったっていう喜びになると思うので、嬉しいみたいな喜びになるんで、はいはい、でやっぱ可愛いければ、ね、毎日可愛いって言ってあげられるのもワンちゃんたちにとっては嬉しいかなっていう。その例えばこのカットの仕方っていう、なんかなんとなくこのワンちゃんはこういうカットの仕方とか、なんかそういったイメージってなんか僕らあるじゃないですか。それと違うオーダーしてくるお客様っていらっしゃるんですか。いらっしゃいますね。おお。まあでも少ないです。はいはいはい。じゃあなんかそのワンちゃんに沿ったというか、はい、そのカットの仕方になるって感じですか。はい。
さっきの、出てきたあのビションフリーゼ、はい、なんかこうモコモコってしてるじゃないですか、はい、あれは逆にあのスタイルじゃないとワンちゃんに何か変わってしまうこととかあったりするんですか。多分迎え入れるときに、うん、まあ、ビションフリーゼってこう丸くモコモコしてるっていうのが、はいはいはい、いいなって思って迎え入れられる方が多いから、まあ、大体子犬だけど成犬の想像とかカットスタイルを見て決められてる方もいらっしゃると思います。だから、はい、なるほどね、あんまり美女を迎えて違うカットにしたいっていう方は すごい少ないと思います。じゃあやっぱりそのワンちゃんの特性によってってことですか。そうです、だと思います。ありがとうございます。まあまあ、じゃあそんな中でですね、ちょっとじゃあここで一回あのブレイクさせていただきたいなと思うんですけど、パワーソングっていうのを伺わせていただきます、はい、最近すごい好きなのは、まあ、Mr.Children さんの光のアトリエ。おー、はいはい、はい、いい曲です。ここがなんかその光のアトリエっぽい感じなんですけど、あ、そうですか、はいはい、置いてあるものもみんな可愛いものばっかりだし、はい、ワンちゃん の似顔絵とかも描かれる、はい、まあ、ところもあったりとか、そういうの意識してます、お店作りという、まあ、これもう本当にここのデザインとかイメージはもう本当にお任せしちゃいました。あ、そうなんですか、ね、はい、僕もう苦手なんで、あ、はいはいはい、建設の方とかデザインもお任せしますね、はいはいはい。でもそれがご自分の中にこうなんか今すごくお気に入りの空間みたいな感じですか。そうですね、まあ、綺麗なお店にしたいっていうのはすごいあって、はいはいはい、それはスタッフさんがの親だったりがもしいらっしゃった時に、あ、なんか広いところでやってるんだ、あ、はい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 、綺麗なところでやってるんだっていうのは、はいはい、結構大事にした。僕もですけど、まあ、どちらかというとそうですね、スタッフさんの恋人さんとかが来た時とかでも、まあ、見せられるようなお店にはしたいなっていう心構えとしてあります。いいとこでやってるねみたいな。そうですね、でもそれすごく大事なことですよね、はい、ありがとうございます。オンリーワンチャンネル、まあ、まあじゃあその中でこのチャンネルの中でも一つの、まあ、テーマというかの過去の瞬間というのを伝えようかなと思うんですけど、どうなんでしょう、今この仕事をする中で今すごくこう成功されてるんじゃないかなというふうに見えるんですけど、はい、こうちょっと大変だったなとか、こうなんか01の時があったなとか、なんかそういったものが教えていただけないですか。もうすぐ14年目に入るんですけど、まあ本当にずっと僕の成長も僕が未熟だったんで、今も未熟なんですけど、いやいやいや、それを経験ずっとさせてもらってて、いいことも悪いこともたくさんあるんですが、今は本当にどれだけやっぱワンちゃんを笑顔にするためには、担当する人を笑顔にさせなきゃいけないなっていうのをすごい強く思ってるんで、まあ、今僕の中での目標は日本一トリマーが幸せな会社にして、はい、労働環境自体は多分そこに到達してるかなって思いながら、さらにまた雇用室のトリマーさんたちを増やしていきたいと思う、はいはい、まあ、目指してるのはトリミング業界で中小企業一番を今は目指して、目指していくっていう、はいはい、まあ、でもあの本当にあのスタッフの皆さん楽しそうに働いてますよね。そうですね、やっぱりそこが、まあ、ただやっぱりお給料が待遇とかがあんまり高い業種では全体的に見ると高くはないので、はい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 、まあ、そこを僕が会社の仕組みをやっぱり全国に広めていって、はい、トリマーさんたちが生活もちゃんとできて好きな仕事に就けるっていうのを広めていきたいなって、これから、はい、たくさんのトリマーさんたちをすごくいいと思う、笑顔にして、はい、その笑顔が多分ワンちゃんたちの扱いにも優しく伝わっていくんで、はいはいはい、まあ、結果ワンちゃんたちも喜んでいただけるような仕組みを会社としては作ってます。あのここにこうなんか募集というか、まあ、もちろんパイもあると思うんですけど、結構引き手余ってたじゃないですか、こうなんかたくさんここで仕事したい仕事したいって人多いんじゃないですか。そうですね、やっぱ待遇が高い分、うん、はい、うん、なんですけど、まだやっぱ会社としてはまだ今もうすぐ4号店が作れる段階なんで、うん、まあ、もっともっと雇用できるスタッフを増やしていきたいなって思います。いいですね、はい、あの実はですね、今ちょっとあの、まあ、お客様が来店されて、まあ、少しこう今間が空いたんですけど、その間のちょっとやり取りというかをちょっと見させていただいたんですけど、いいですね、なんかご担当の方がこれは専属でつくみたいな感じなんですか。そうですね、フリーのお客様と指名のお客様がいらっしゃるんです、はいはいはい、ただどのお客様に対しても一人一棟で、はいはい、ここは受付からお返し、はいはいはい、で担当までは一人一棟制で担当してます。おー、なるほどね。ただ基本的に一人一棟しててあんまり多いくはなくて、あ、そうなんですね、やっぱこう効率を重視してしまう、まあ、されているお店さんとかだとやっぱ分担制で、はいはいはい、あの
あ、受付は受付。あと一棟、一人一棟っていう制度もあんまりなかったりとかもしますね。そうなんだ。じゃあ、本当にここの一つの魅力、最大の魅力の一つになるんですね。そうですね。されてるとお店さんももちろんありますし、はい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 、はい、もう分担制でっていうお店さんも多くあると思います。すごくいい。あとね、大切にお預かりしますっていう、優しい言葉がけがすごくいいなって思ったんですけど。そうですね。はいはい、まあ、誓いじゃないけど、はい、やっぱお客様は人間ではないから、はい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 、預ける側なので、まあ、ちょっとでも安心してもらえるように、はいはい、心がけて昔からやってます。その一頭の一匹っていうのかな、はい、にかかる時間って、そのトリミングってどのくらいかかるんですか？まあ、シャンプーして、カットして、あと、まあ、爪とか、耳掃除だったり、まあ、トータル的に時間をかかっていくんですね。はいはいはい。はい。2時間から。あ、そんなにかかるんだ。はい。2時間半ぐらいは。おー、なるほど。じゃあ、あれなんですね。その間に、飼い主たちは、なんか、はい、自分のことをできて、で、この時間帯でお預けして、また帰ってくるみたいな感じ。そうですね。でも、それがすごい贅沢な時間のような気がする。はい。使い方としてというか、あ、すごくいいなと。ありがとうございます。まあでもそんな中で大事にしてることっていう話にちょっと向かっていきたいなというふうに思うんですけど、まあ2つ実は伺いたいと思います。1つは17頭のワンちゃんをっていう話があるかと思います。もうちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、僕がすごい特技として、はい、まあ、日本で一番って今一応言わせてもらってるんですけど、リードを絡まないで17頭まで、はいはい、うん、お散歩ができる。すごいですね。はい。一緒にお散歩ができるという特技を。はい。神様からいただいたなと思って。すごいすごい。それはあれですかね、もう気づいたきっかけみたいな感じですか？最初はホテルをやっていて、これも本当に犬業界の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ大体お散歩って10分ぐらいなんですよ。どこのほとんどが。はいはい、はい、はい。なんですけど、やっぱり運動がすごい僕はワンちゃんたちの運動を大事にしたいなと思ってるんで、他のサロンさんたちが10分1頭やってるんだったら6頭で60分行ってあげたいなっていったところからスタートしてますね。すごいすごいすごい、はい、そういうことなんだ。で、じゃあ17頭を同時にリードからのお散歩に行って何分間ぐらい行ってるの？今は、まあ、17頭までなんで、まあ、毎日こう頭数が違いますし、13頭の時も、まあ、13頭ぐらいが一番多いかなと思うんですけど、まあ、今は2時間ぐらいは、僕の運動では2時間。あ、そうなんですか。はい、あとはまた別でスタッフさんたちが20分ぐらい行ってくれたりとかしてるんで。ということは、やっぱりそのぐらい、本来はって言い方はあれですけど、まあ、運動ありきというか、どん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 こう動かしてあげる方が本当はいいってこと。そうですね、と思ってますし、はい、やっぱり野生の動物を考えたら、うん、狼から始まってるんで、はいはい、多分2時間ぐらいしか運動してないことはないと思う。あ、もうそういう距離からしたらものすごい距離移動できるはずなんで、はい、今その野生っていう話もありましたけど、なんかすごい大事にしていらっしゃるキーワードというか、なんかがあるんですよね。そうですね、はいはい、僕はすごい大事にしてるのは、何でもそうなんですけど、自然の摂理がすごい好きで、うん、まあ、犬は何の役割があってとか、はいはい、動物はどういうものなのかっていう、本能が絶対動物もある、人間もあるように、うん、動物もワンちゃんもあって、はいはいはい、そのワンちゃんの本能を喜ばせたいなって、うん、で、やっぱり群れ、うん、集団行動をする生き物なんで、はいはい、やっぱり多くのワンちゃんと一緒に歩くって、本能からしたら嬉しいことなんだと思うんですよね。それがあるから僕は今17頭までは散歩ができるっていうのは、はいはい、まあ、多分増やしていけば増やしていけるんですけど、ちょっと日本の道路のことを考えると、はいはい、まあ、これぐらいが一番、なるほど、ね、はい、と思いながらも、こう集団行動することによってワンちゃんたちはきっとでたくさん運動することもやっぱり本能に沿っていかに近づけられるか、うん、はい、その中で性格みたいなのもあるじゃないですか、ワンちゃんっていうか、例えばリーダー的になるのか、少し気弱な子なのかちょっと分かんないですけど、そういうお散歩の中から 見られるってできるんですか？そうですね。まあ足の速さとかは僕は見たりとか、あとまあちょっと犬が、他の犬がまだ苦手ですっていう子とかは、どの位置に、ああ、はいはいはい、はい、連れていこうかなみたいなのをちょっと見たりはするんですけど、基本的にその子の性格に合わせるっていうよりかは合わせてもらうような、はい、あ、はいはいはい。あ、こちらのね。はい。なるほどね。面白い。
でもなんかこう、例えばワンちゃん、まあ、経験の中なんて、まあ、そんな言葉もよく出ますけど、例えばお猿さんなんかはなんかボスにいて、うん、周りに一生懸命群れますけど、少しこう野放しにするというか、なんかこう近づくなみたい なんかそういうのをやったりするじゃないですか。犬もやっぱそういった習性とかあるんですか？そうですね、まあ、強い子は強いですけどね、うん、集団生活をしているわけではないから、またちょっと違うかもしれないんですけど、はい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 、でも犬もボスがいた方が安心しやすい、もともとの本能はそういう、オオカミの習性を考えていくと、はいはいはい、やっぱりリーダー、ボスは絶対必要かなと思って、それがあることによってリラックスされるんでは、はいはいはい、はい、あ、そういうことか、それが普段の本能であって、習性であると、はい、すごい、なので、飼い方とかも含めて、ご家族の方がワンちゃんをペット、うん、ペットっていうよりかは、うんうんうん、やっぱり犬は犬らしさがあるはずなんで、はいはいはい、すごい可愛い可愛いがだけがいいのかなっていうのも僕はちょっと、まあ、本来あるべき姿にした方が本当はその犬たちにとってもいいのかもしれないです。そうですね、面白い。じゃあその中でどうなんでしょう、まあ、今の方の話も含めてなんですけど、森部さんの中のご自身のオンリーワン、まあ、さっきの17頭のリードって話もありましたけど、はい、ご自分がしかできないそのワンちゃんたちとの関わり方というかといったものを教えていただきたいんですけど、オンリーワンはやっぱ、まあそうですね、多頭散歩はあんまりされてる方がやっぱりすごい少ないから、うん、はい、ここは僕が、はい、なので、まあ、犬からのリーダーに なりやすいのかもしれないかな。うん、でもその、まあ、相手は犬以外だと喋れないじゃない、はい、喋れないけど、なんかこう気持ちを読むのもめちゃくちゃうまいんじゃないかなと思うんですけど、ワンちゃんたちは気持ち読むのうまいですよね、僕の気持ちを多分読み取る力は。あ、ワンちゃんが、はい、なるほどなるほど。なんで逆に言うと合わせてもらってるっていうのはやっぱり絶対人の方が上であって、はいはい、それに守られてるのがやっぱワンちゃんたちは安心になる。はい、やっぱじゃあキーワードはやっぱり安心なんですねっていうことなんですか。そうですね、まあ、やっぱ集団群れ生活がしてるワンちゃんたち動物なんで、はい、やっぱりそういう群れるっていうことは、はい、安心感がなのかなっていうのは僕の中ではすごく感じます。なるほど、はい、じゃあ、 あんまり、まあ、しょうがない今その日本事情もちょっといろいろあるんですけど、はい、本当はなんか一家族1ペットじゃない方が本当はいいんですね。そうですね、1ペットでいいよっていうのは誰が決めたんだろうっていうところで、ああ、はい、まあそういうことですね、はい、なるほどね。僕自身も6頭飼ってますけど、はいはいはい、6頭かやっぱり集団で飼ってある方が、あのしつけをワンちゃんたちがやってくれる。ああ、なるほど、はい、そうか、お互いがお互いに、はい、そうです。あ、ルールを、そういうのもあるん、はい、だからそれを見てるとすごい不思議です。あ、はいはい、はい、そっか、やっぱりこう同じ人種というか同じ、まあ、犬種じゃないな、こう同じ部類かの、ものたちがやっぱりお互いに教え合った方が本当はいいってこと。そうだと思います。すごい、これはでも結構なかった発想ですね。どうなんですかね、あんまり僕も聞かなかった、うん、なんかどんどん本当にやっていく経験で感じてってるだけで、そう考えるとやっぱり子供も一緒ですけど、はいはい、歩きなって言って歩いてないんですよね、はいはい、はいはい、もう勝手に動いてて、でもお母さんのお話とかをちゃんと聞いてたりとか、はいはいはい、もしながらもう自分が勝手にこれ本能で動き始めてるとか、はい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 、今犬もやっぱり本能すごい大事かな。すごく素敵。なるほどね。これは結構目から鱗ですね、私的に。あの、なんかその、育て方っていう意味合い。いや、ありがとうございます。オンリーワンチャンネル。いや、本当にまだまだね、あの、実はお話伺いたいとたくさんあるんですけど、まあ、ちょっとあの、今日ここまでということでさせていただきたいなというふうに思います。まあ、このチャンネルですね、多くの方にも見ていただきたいので、チャンネル登録と高評価ボタンですね、そしてあの、コメント入れていただければというふうに思います。そして概要ですね、こちらのフリフリのね、ところに載せておきますので、あと、あの森部さんがこう書かれているとか、そういったものを、ね、お載せしておきたいと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思っています。まず最後になんですけど、ぜひあのリスナーの皆様というか、特にペットをですね、飼ってらっしゃる方々に、中野さんが一言メッセージがあれば、ぜひ。ワンちゃんの運動量をよく考えると、結構1日に10分とか30分とかでお散歩が終わられてる方が結構多いと思うんですけど、やっぱり肉球もそうなんですが、ここは鍛えるものであって、できるだけ運動をさせてあげる方がやっぱり健康になっていくとは思います。まあ、子供と同じ考えでも一緒なんでいいと思うんですけど、やっぱり子供も外でたくさん運動させることが大事だなって思いますし、まあそれと一緒で動物もワンちゃんも10分、20分っていうのを決めずに、まあなるべく
たくさん運動させてあげることをされるとワンちゃんたちもやっぱり喜ぶかなって。ちょっと運動不足のワンちゃんたちは絶対多いんで、うん、はい、でまたなんか飼い方とかで困ったらメッセージいただければお答えどん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 していきたいなと思いますし、うん、あとまあ迎え入れたいですっていう相談もあれば、あと僕っていうか会社で保護犬の里親募集の活動もして、うん、ボランティア活動もしてまして、保護犬も、おすすめすることだったり探すこともできるので、うん、ぜひ、はい、はい、何かあったら対応していただければと。ありがとうございます。本当に、まあ、ホテルもやってますしね、まあ、本当にいろんなところでペットたちのためにじゃないけど、はい、そういった活動をされてらっしゃる森部さんですので、私最後にですね、これ言いたいなと思ったんですけど、ワンちゃんの生活のルーティーンとかね、そういったのって、ワンちゃんに合わせてあげた方がいいんですか？例えば朝早くからなんか、お散歩行ってしまう子たちもいると思うんですけど。そうですね。やっぱりワンちゃんは多分頼りたい存在が必要なんで、そこはもう人に合わせて大丈夫だと思います。なるほど、なるほど。飼い主様の都合に、はいはい、全て合わせさせることでも安心、とりあえず守ってもらえるのが安心なのが、多分ワンちゃんかなと思いますね。はいはい。はい、ということは こちら側のリズムっていうか生活リズムに合わせて、はい、こう生活してってもらうことがワンちゃんにとってはいいですと思いますね。はい、なるほどね。ここもなんかこう皆さん知ってるのかな、僕だけ知らないのかな、まあ、ちょっとあれなんですけど、僕もすごくね実は大事なことかなって思いました。やっぱり可愛い可愛いだけじゃなくて、うん、まあ、きっと動物同士のボスがガッて怒るのと一緒で、うん、やっぱり怒るときはガッて怒ってあげた方が、はい、ワンちゃんからしたら多分分かりやすい。あんまりいい子いい子褒める褒めるだけでっていうのは、うん、人間が考えたしつけの仕方であって、はい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 、やっぱり犬の本能習性を考えるとガッて怒ってあげた方が、もし注意するときはガッて、あんまり甘やかしすぎる必要はないかなと思う。はいはい、ありがとうございます。もう大切なね、最後にアドバイスをいただきました。実はここでお話ししてて、もちろん今日も初めてお会いさせていただくんですけど、ごめんなさいね、まあ、変な意味じゃないですよ。どんどんね、なんかワンちゃんの顔が見えてくるんですよね。はい、なんか言われませんか、これって。そうで、まあ、飼ってるワンちゃんが、はいはい、どちらかがわかんないですけど、はいはい、似てるねって、まあ僕も似てるねって言われるんですよ。なんかね、すごく雰囲気がある。やっぱ飼い主にね、さっき言ったワンちゃんが似るのか、ワンちゃんに自分が似てるのかわかりませんけど、なんか同じ生活を共にしてると、そういったのってあるんでしょうね。そうですね。飼い主様に似てるワンちゃんもいらっしゃるので。なんかね、それはなんかそれで素敵な話だなって私は思ったりしますけど、いやね、最後は、ね、優しい笑顔でございました。ありがとうございます。まあ、ということでこちらが、ね、今日のゲスト様が株式会社 B09 の、森部社長でした。どうもありがとうございました。森部さん、ちょっと今このトリミングの現場をちょっと見させていただいてますけど、はい、ちょっといいですか、このカメラ回し始めても。まずどの子からいきます？今ワンちゃん。はい。あ、なんかすごい優しい顔してる。お利口さんです。お利口さんですね。いい子ですね。てかカメラ目線なんだけど。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。もうこれも仕上げに近い感じですか？いや、まだです。あ、これから？はい。これからなんだ。こんな絵になったらもう僕もあれですよ、ここから動けなくなる。あと、まあ、もこもこちゃん。もこもこちゃん、もこもちょっと気にしちゃってると、ちょっと気に入っていくから。なるほど。僕を気になったりとか。似てるからか。お、やっと見てくれた。ありがとうございます。かわいい、ありがとうね。ありがとうございます。あとはこの時面白いと思う。はい。ワンちゃんたちも集中してるんでね。ああ。来てもらうためにってことなんですね。はい。なるほどね。これは、なんか、こう、静かにいてもらうためのポイントみたいなのがあるんですか？なんかこう、おとなしく。なんか力を、その子の行きたい方に、行きたいんだったらちょっと力抜いてあげて、はい、そこで止まったらちょっと持つ。おー、なるほどね。すごい。でもこれがさっきの修正って話と一緒ですね。ありがとうございます。いや、もうちょっとこれは癒し映像ですね。はい。ありがとうございます。みんなありがとうねー。